に襲いかかってきたことないから触れるにつきましてやっぱり自分で自信がなくなってしまうこともあると思うけど、私の中でダメだったかなって思っても、周りからどう見えてるかは私が一番わからないから、みんなが一番わかってるから、だから私はみんなのかけてくれる言葉とか褒めてくれる言葉とか全部信用して、それを自分の糧にしてるから、だからこれからもいっぱい褒めてほしいし、健やかに成長するから、これからもよろしくお願いします。以上、前村千秋でした。さらさらないけど、テレビでは良かったと。